こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はノーリスクで始められる Amazon 輸出通信講座のお知らせです。初心者でも Amazon 輸出で3ヶ月で月10万円稼げるようになるためのマニュアル通信講座を始めます。パソコンを使って稼ぐ。パソコンを使って稼ぐ副業は子育て中の主婦でも忙しいサラリーマンや OL でも取り組めるので人気があります。しかし、気軽に始められる反面、気軽に辞めてしまって稼げない人が多いのも事実。パソコンがあれば始められるアフィリエイト、気軽に始めて1円も稼げなくて挫折する人が大半です。また、アフィリエイトを教える高額塾に入って30万の塾費用を払って得られた報酬は0円という冗談みたいな例もあります。これは実体験しました。初心者がパソコンを使って稼ぐなら物販が一番再現性が高いです。まずはヤフオクとアマゾンで不要品を売ることから始めます。私がインターネットで稼いでる人の、現在、インターネットで稼いでる人のほとんどがヤフオク経験者です。私が7年前に出版した、趣味力でがっちり儲ける個人輸入入門、これを出版した時に知りました。結構ね、業界では有名な方とか、あるいはね、あんまりそういうネットでの活動をしてないような方なんかも、実は自分もヤフオクやってたと、ね。しかも中には1億稼いだとか、結構ね、不用品を売って儲かったとかね、あれ売って儲かった、これ売って儲かった、ね。結構いろんな話を聞かせてもらいました。で、ヤフオク、その儲かった人たち、億超えの所得をヤフオクで上げた人もいますけど、その時代ってのはね、やっぱり今から言うと15年ぐらい前ですね。10年ぐらい前までは十分ね、高く売れたんですけど、徐々に徐々にヤフオクの方もね、参加者が多くなって、購入した人のトラブルなんかもね、何個か、例えばチケットが使えなかったとかね、そういう偽物のビトン売ってたとか、偽物のグッチ売ってたとか、そういうのがニュースになったりなんだりするたびに、どんどん購入者は減る、売る人は増えると、ね、で安いものを買いたい人がどんどん集まるというふうになってですね、今や、ヤフオクで高く売って稼ぐっていうのはかなり初心者には難しくなってます。ただヤフオクはヤフオクでね、ヤフオクでしか売れない不良品を売って種銭作りに使えますし、それと高く売れないってことはね、別の言い方をすると安く買えるって場所なんで仕入れには使えます。便利なサイトですね。でも、ヤフオクで売れてからやれることはめんどくさい。ね、多くてめんどくさいです。ちょっと手間かかりますね。売れたら落札者と連絡を取る。そして売上の入金を確認する。梱包して発送。で、到着後評価をつけると。確かに面倒なんでね。私もヤフオクは、4000以上で売れる商品以外は販売してませんでした。ね、1000とか2000じゃちょっとやってらんないなと。不用品でもね。それじゃ大変だなってんでやってませんでした。割とめんどくさがり屋なんでですね。ただね、不用品ってほとんど、4000どころか1000円以下のものってのが多いですね。売っても1000円じゃね、めんどくさいから捨てちゃおうというのでね、捨てたり、捨てずに置きっぱなしになってたものが、主に私本をたくさん読んでたの、本とかね、あと、気ままに買ってしまう DVD とかビデオがいっぱいあったんですけど、そこに朗報が飛んできました。ね。これは今から、9年、あるいは8年前の話ですね。その1年前から始まってた、日本の Amazon の FBA がですね、法人だけで始めたのが個人にも開放したと。で、この時ね、すごいんじゃないのこれって感じで、一冊一冊送るとね、めんどくさい本とか CD も、まとめてね、50個、100個とね、シール貼っておくれば、勝手に売れていくと。しかもね、半分ぐらい売れるかなと思ってね、100個ぐらい送った、CD とかね、本とかが、半分以上、7割ぐらい、ね、あっという間に売れちゃったとか、いうことでね、かなり楽しく売りました。で、当時はね、本とか CD とか DVD しか売れないという、先入観がある方多かったみたいなんですけど、私は中古っていう欄もあるんでね、普通に、ビデオデッキとか、あるいは DVD プレイヤー、それから加湿器とかね、プリンターとか、そういうのも売ってました。
あんまりね、中古出してる人が売れなか、いなかったんで、これは結構ね、ポコポコ売れました。ヤフオクで、3000、4000で買ったプリンターね、Amazon に FBA で送っておくと1万5000とか、そういうのも結構ありましたね。で、まあ、不要品の販売でも儲かりましたし、試し店も増えたと。まあ、ただね、Amazon の場合はやろうと思えば誰でもできると。しかも日本人が日本の Amazon やるっていうのはもう誰でもできるんで、まあ、徐々に儲からなくなってきてですね、ネットショップでの販売に切り替えました。でね、ネットショップだとやることがたくさんあるんでね、で、やり方間違えると売れないんで、そのノウハウを教えようと思って、コンサルティングを始めました。ところが、やることが多いですね。アメーバブログとツイッターを使って集客したお客さんに、まあ、お茶の子ネットを作った独自ショップで販売するというコンサルティングなんでね、今の Amazon みたく、打者売れるというわけじゃなくてね、まずその見に来る人を作んなきゃいけないと。まあ、この作業はね、地味で大変なんで、結構ね、商品に情熱を持ってる人以外は挫折する人が正直多かったです。毎日2時間以上の作業を効率よくやっても、売れるまで3ヶ月。ね。今教えてる Amazon 輸出は3ヶ月で10万円儲かれます。正直な話、3ヶ月で10万っていうかね、不要品を売った段階でほとんどの人はね、10万超えます。今までね、まあ、いらないけど捨てるのもったいないから取っといたも売っただけで、2、30万のお金になるって人が多いんで、まあ、そういった意味じゃあっという間に回収しちゃうわけですね。儲かっちゃうわけですね。で、その後さらに、仕入れて売りますから、仕入れて売るので、まあ、3ヶ月で10万、儲かるようになるって言ってるんですけど、ところが、ネットショップの場合ね、持ってるものを売るとしても、お金にするのに3ヶ月かかります。まあ、それぐらいね、根気強くやんなきゃいけないと。で、根気よく作ったネットショップもね、輸入品なんか売ってるとね、これ新品じゃなくて中古じゃないかとかね、なんかこれコンディションが悪いんでいらないとか、まあそんな風な、クレームが多かったです。でね、それが結構疲れまして、私はまあ儲かるからと思って我慢するのはよしとした、してもですね、コンサルティングでせっかく教えてたね、お客さんなんかが、こんな嫌な思いしてやるならやめますと。ね、せっかく苦労して儲かるようになってたのをやめちゃったりするわけですね。で、だったらね、まあ、商品状態にうるさい、日本人のことをアメリカ人は分かってくんないと。だったら逆に日本のもアメリカに売った方が、楽だしいいんじゃないかというのでね、主にその商品の状態にクレームがつかないために、売れればね、それに対してクレームつかず喜んでもらえるというために、輸出を始めました。そしたらね、すごい売れました。売れたしね、すごい早い、信じられないぐらい早く届いたよとかね、そういうすごい、コメントが多かったです。思い切ってね、明らかに中古の商品をね、新品で出した時に、当時はね、売ってから仕入れてたもんですから、新品って言って売ってたものをね、中古しかなかったとかいう時ね、平然と送ってましたけど、今だから、まあ、言えますけど、当時は全く問題なかったですね。まあ、恐る恐る送ったらね、遅れて恐る恐る新品を売ってね、恐る恐る中古を送ったら、しかも、商品探しに手間取ったんでね、10日とか2週間経って届いたはずなのに、グレートとかね、いう返事が返ってきたのは、まあ、拍子抜けしちゃいましたけど、まあ、そんな状態でしたね。で、考えてみれば当たり前でですね、まず、日本人は1億2000万人しかいないと。で、日本を理解するのは、日本語を理解するのは日本人だけ。で、アメリカの人口は2億人。で、英語を理解する人は、アメリカ以外にも5億人いるわけですね。まあ、市場がでかいと、すぐ売れるのは当たり前だったわけですね。で、日本はバブル崩壊以降ずっと不景気ですけど、英語圏では大抵どこかは景気と。ね。だからアメリカ売れなくても、中国とかね。中国は売ってないか。中国は注文入んなかったね。ロシアでね、結構ね、高いプラネタリウムの機械とか売れましたね。それと、日本人は世界一納期とコンディションにうるさいと。ね。で、アメリカとの取引を日本の商品コンディションと納期厳守で取り組めば、アメリカでもミラクルって評価されますからね。で、そうなって、まあ、アマゾン輸出を教え始めたら、もう大儲けする人続出ですね。物販経験者とかビジネス
経験者が取り組んだ場合ですね、開始2ヶ月目で売上200万オーバー、利益100万円っていうのは珍しくなかったです。きっとね、もっとできたんでしょうけど、大抵ね、とりあえず100万儲かりゃいいかなって始める人が多かったんで、100万分の仕入れしかしない人が多かったんでしょうね。で、もっと稼いでた人だとね、売れすぎて毎月の送金額が大きすぎるために、銀行から質問電話が来て慌てたと。英語できないのにね。なんでこんな毎月何千万も送金してんだと。ね、なんか、とんでもないことやってんじゃないかと。だってね、売ってる入金先が Amazon だしね、日本の普通の銀行に入ってるわけですから問題ないはずなんですけど、あまりでかいね、金額を動かすとまずいというのはね、この時わかりましたね。で、あれから4年経って、この時ほどの勢いはありませんけど、世界中で人気なんでね、人気の日本商品を扱えば、初心者でも、3ヶ月で月10万稼ぐのは難しくありません。そんな状態のところにね、さらに、ビッグニュースが飛び込んできました。通販後進国、オーストラリアにアマゾンが上陸します。ね、オーストラリアアマゾンは、現在オンライン商品だけを販売してます。Kindle とかね、ダウンロード商品だけなんですけど、その OG アマゾン、今年物販を開始予定です。でね、おそらくアマゾンオーストラリアの物販開始はここ10年で最大のイベントとなります。これはね、オーストラリアでだけじゃなくて、そのヤフオクが開始になった時のインパクトとかね、アマゾンが開始になった時のインパクト、そのぐらいのものがありますね。で、参加する私たちから見るととんでもないチャンス到来と。何しろオーストラリアにはまともなネットショップがありません。これ住んでる私が言うんで間違いないです。シドニーでね、住んでますけど、まともなネットショップないです。頼んでもいつ届くかわかんないと。頼んだ商品がきちんと、頼んだ通りの商品が、書いてある期限通りに届くなんてことはまずありえません。届かないことがあるとか、間違えた商品が届くとかいう次元じゃないですね。頼んだ商品が期限内に届くということがありえないと言い切っちゃっていいぐらいのものです。で、OG は欲しいものは国内ないときは、高い送料払ってね、eBay とかアメリカ Amazon、イギリス Amazon から購入します。何しろその方がね、アメリカ国内のネットショップ、オーストラリア国内のネットショップで買うより早く、ちゃんと届くというね、それぐらいお粗末な、通販事情です。で、これらのね、eBay と Amazon を使ってオーストラリア人が買う金額4000億円と。で、通販大国アメリカではね、アメリカでも Amazon 販売参入すれば儲かりました。これ通販大国ってことはね、アマゾンが始まった時すでにアマゾンのライバルいっぱいいたわけですね。だけどアマゾン使って参入した人は儲かったと。日本もそうですよね。通販会社いっぱいありましたよね。なのに、日本アマゾンが始まった時はすごい物が売れたと。そこに輪をかけて今回はね、ライバル不在の、市場の、黒船にアマゾンが上陸。まさにグレートバリアリーフ並みのブルーオーシャンです。でね、今から Amazon 輸出を始めて Amazon で売れる商品と Amazon の使い方を覚えると。で、そして月10万の種銭を増やして、OG Amazon 開始直後に月10万利益は月100万に増える。普通にあり得るシナリオですね。金あれば多分、もう一桁大きい、利益も得られると思います。それぐらい、オーストラリアは、市場はいいし、ライバルはいないです。この機会にね、Amazon 輸出始めてみてはいかがでしょうか。で、私が Amazon 輸出を教えるに心がけていることはですね、簡単なことでも教えます。よくね、マニュアル制作者とか塾やってる人とかね、簡単なことは調べろとかね、一から聞く人は相手にしないとか、そういうことを言うんですけど、そもそもね、その教えてる人にとっては簡単なことでも、わかんないから聞きたいわけですからね、それを教えてあげた方が親切じゃないのというふうに私は思いますし、私は現にね、インターネットで稼ごうと思った時に、ドメインの取り方とかわかんなくてね、知ってる人がやってくれれば5分で済むとかね、私はドメイン取るのだけで2週間以上かかったとかね、eBay もね、初めて作った時はね、慣れてる人は15分で作るんだよとか言ってましたけど、私が作った時はね、1週間でも作り終わらなかったですね。ペーパルをどうつなげるとかね、これをどう書くとか、英語も全然わからなかったんで。そういう苦労をね、そこに苦労してもしょうがないだろうと。そうじゃなくてね、もっと売れる商品探しとか、あるいは、不要品のね、リストアップでね、どれを売るかとか、もっとその、
あなたしかできないことをやった方がいいと。わざわざ苦手でね、知ってる人に聞けばすぐ済むことをね、調べることもないだろうと。でね、知ってる人が調べればそれは正解には簡単にたどり着けますけど、初めてどうやったらいいんだかわかんない人は正解にたどり着くまでね、時間かかりますし、逆に一回で正解にたどり着かないことが多いと。で、まあ大抵世の中のことはね、失敗しても取り返しつきますけど、Amazon の場合失敗するとね、退場させられますので取り返しがつかないです。で、わざわざこれからビッグチャンスが訪れるの分かっててね、退場させられちゃった元も子もないんで、まあ、きちんと正しいノウハウを知って、まあ、わかんないことを聞ける環境で、Amazon SE に取り組むことをお勧めします。でね、もう私も、もう、本を書くときもね、超初心者向けと。で、これ Amazon のこの本のレビューなんですけど、設定している読者のレベルが、読んでるこちらが不安になるほど低く設定してあると。親切内容ですと。もうその通りですね。そもそも、この本を買う人とかね、マニュアル買う人とか、サポートを受けたいって人は、パソコンが苦手だから、調べ物が苦手だから、サポートを受けたいんだろう、本を買うんだろうっていうふうに私は思ってますんで、自分で調べないと力がつかないとか、同じことを聞くなとか、そういうことは一切言いません。ね。むしろ、逆に分かっていることも聞いてくださいというスタイルです。で、そのね、パソコン苦手で、だけど稼ぎたいというマリンさん。まあ、この方はね、今ブログ書いていただいてるんですけど、半信半疑で大丈夫なのと思いながらね、始めていただきましたけど、今回のホリデーシーズンでは70万円、まあ、大企業のボーナス並みに稼いでいただいたという実績あります。で、他の方ですけどね、やっぱり初めて副業で取り組んでて、初めてのホリデーシーズンで、ホリデーシーズンじゃないですね。これは7月だから、まあ、初めて、半年ぐらいでですね、5624ドル。で、この方は、ホリデーシーズンを、すでに経験している方ですけど、まあ、だいたいこの3万ドル弱から、もうちょい行くか行かないかぐらいを、売り上げていただいてます。まあ、皆さん無理せず気楽に、